スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。札幌競馬場、天候は曇り、馬場状態は芝、両、ダート、やや重で行われます。出場全14チームを紹介します。まずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。逃げ宣言をしていたオッペンハイマーがやはり行った。そしてスリープモード、そしてその外に6番コネシアース、そのうち1番カピバラ、縦長になってまいりました。そして1番人気のロマンスフェローズ、うまくいっているんではないでしょうか。13番チカステマンゴ。さあ札幌競馬場のスタンドから大歓声が上がります。ロマンスフェローズ直線の伸び足はどうか。先頭オッペンハイマー、オッペンハイマーが大きくリード。モネシャースが2番手、オッペンハイマーが先頭だ。6番モネシャース、1番カピバラ、カピバラが2番手、カピバラ先頭、カピバラが1着でゴール番を通過。2着はモネシャース、3着オッペンハイマー。第1レース、1着1番、2着6番、3着5番以上のように確定しました。さあ飛び出した14頭、まずまずのスタートかと思います。先に行くのはどの馬なんでしょうか。押し出されるようにしてブラックホールが先頭です。カピバラリミテッドでやります。10番ブラックホール、6番タイムラプス、そしてその外に8番25ヒマラヤトイトレイン、下がって5番手リバガイアが並んでいます。そのうち3番レアメタル、外を通りましてホワイトフェザース。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。海底もっこり直線の伸び足はどうか。25先頭内から懸命にタイムラプス、25かわすかかわすか、先頭はホワイトフェザース、外から懸命にイエローヘッド上かわした。2番手にイエローヘッド上だ。1着イエローヘッド上。第2レース、1着14番、2着5番、以上のように確定しました。
ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。逃げ宣言をしていたフィルドレイクがやはり行った。そしてその後ろ5馬身くらいあって7番バックタンジャイアちょっと離れて4番パッドチテムでやります。9番おねだりアタック、その外にダーレアノガレ両弦の火が、その後ろ青い帽子にご注目ください。これが1番人気のリモーネ。大歓声が上がる札幌競馬場、大歓声が上がる札幌競馬場。リモーネは5番手といったあたり外を通ってフィルドレーク、4番パッドシテグ月夜の宴が先頭だ。13番フィルドレーク、パッドシテグ、そしてその後ろからリモーネ、パッドシテグが先頭に変わった。このあたりで先頭はダーレーノガレ、ダーレーノガレ先頭、ダーレーノガレが勝ちました。リモーネは2着3着にパッドシテグ。第3レース1着12番2着5番3着4番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。逃げ宣言をしていた星井家がやはり行った。そして9番、そして3番手に7番ロマンスアルタイルであります。それから8番ハランディピーチ、その外コペンマクラーレン、アーノルド坊やほとんどまたいが合っています。ちょっと離されまして6番ライズランナー、ビーズルグリード。さあ全国の頂点を極めるのは果たしてどの馬だ。ライズランナーは5番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。アーノルド坊やが2番手、コペンマクラーレンも懸命に追う。2番アーノルド坊や、緑の帽子ケピン、2番手にアーノルド坊や、ゴシーニャ先頭、1着ゴシーニャ、2着アーノルド坊や。第4レース1着13番2着2番3着9番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。極むスペシャルがシャニムに後続馬を離しました。そして11番であります。そのうちマジブン、そしてその外に13番ホルカノザウラー。ちょっと縦に長い展開になりました。その後ろでやりましょうか。コペンプレー、リトルシューゲイザー、10番ゴールドスペクトル、それからハゲサンブチコ。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。ハゲサンブチコ直線の伸び足はどうか。ガンズギャングス、そしてその後ろからホルカノザウラー。先頭は極むスペシャル、ガンズギャングス、そしてホルカノザウラー。まだ先頭極むスペシャル、ホルカノザウラーが先頭に変わった。1着ハゲサンブチコ、2着ホルカノザウラー。ウィンファイブの結果をお伝えします。第1レースから順に1番14番、12番、13番、9番以上のように確定しました。